アルマンティエールは、フランス、オードフランス地域圏、ノール圏のコミューン、リス川が流れる。リールの北西1 4トルほどの地点にあり、ベルギーと国境を接する。コミューンは、かつてあったユリの群生する広大な沼地の中に、作られた。第一次世界大戦、アルマンティエールの戦い後の戦場1668年、ルイ14世は、定地地方への遠征の結果、 ヨーロッパの心臓部に位置するアルマンティエールをエクスラ・シャペル条約によって獲得し、かつての州、フランドル・フランセーズの一部とした。これにより、ブルゴーニュ公国、そしてスペイン王国の創始権は失われた。19世紀に産業革命がやってくると、水の豊富なアルマンティエールはシテドラ・とあレと呼ばれる、有名な宝石と織物の町となった。同時に、ビール醸造も盛んであった。 1903年には46日間のストライキが行われ、ストライキ参加者が街を包囲した。ストライキの趣旨である1日あたり1.5フランの賃上げ要求は拒否された。織物業労働者たちは革命万歳、給料または死を、とスローガンを掲げた。同年9月30日、6000人余りのストライキ参加者らが街頭へ繰り出し、 商店の品物を放り投げ、雇用主の資産を荒らした。アルマンティエールは、二度の世界大戦とその後遺症に、非常に苦しめられた。コミューンは、自治体として、レジオンドヌール勲章を授かっている。1960年代に、織物業界は不況に見舞われ、現在コミューン経済の業種は多様化した。ビールの醸造所は、現在インベブ参加となっている。参照元、 1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。